これれからフルードを入れていいいきたいと思いま,すまあフルードを入れるって言ってもそんなに難しくはなくてこうまあマスターシリンダーには入れてってこうギュポギュポ <laughs> ギュポギポギポって言い方がうまく言えないですけどまあいわゆるこのホース全体を油で満たすってことをするんですよね。まあ油圧なわけで結局この。 ピストンを押したいんですよでそれを握った時に油が前に進んでその油が進む力によってピストンを押し出してこのディスクをこう挟んでブレーキが効くわけですよ、まあ、正確にはこれ片方しか効かなくて、まあ、片方というか片方が押して押した力でまた反対側が引っ張られてっていう不動型キャリパーっていうやつが使われてるんですけどそういう何すかね押した油圧によってこう な,なんだろう、キャリッパーも、今言ったか、キャリパーが、キャリパー、キャリパーじゃね、ピストンが進んで、ディスコ発挟んでっていう、その力が働くわけですけど、ただ、そのフルードがちゃんと入ってないと、その力が発生しないんですよね。まあ、ただ、油入れればいいっていう話だけじゃなくて、空気を抜かないといけないんですよ。例えば、まあ、こういう細い線にこう、まあ、入れていくわけで、間にこう空気層が入っちゃうんですよね、ポツポツと。 例えばこう握ったときにこう油が進んだときに間に空気があると、反対側というこの間にある空気のせいで、反対というか、下側にある油に力が伝わらなくて、握ってるけどブレーキ効かないっていう状態になっちゃうんですよ。でこの間にある油をどんどんこうなんですかね循環というか、まあその油を油じゃない空気を取っていくんですよね。まあわかりやすいのが、まあ入れたらちょっと開け、ちょっとど,うどう説明しようかな。まあ入れて こうまあ、握ったりして、まあ、上の方はいいんですよ上の方はこう入れてるとこうこっちの穴からこうブクブクブクってこの空気って上に上がってきますからこうブクブクってこっちから出てくるんですよね。だ上にある方向はいいんですけどこう下ら辺に溜まってる空気ってのはなかなか抜きづらいので例えばまあ専用のまあこれ。 いろんな目的に使う人いると思うんですけど <laughs>、なんかあれだない、ちょっと変なこと言ったらまだ動画が危ないからやめとこうか <laughs>。例えば、こういうところってちょっと形状が複雑なので、まあ複雑って言ってもそこまで複雑じゃないですけど、なんか中途半端にこの辺で空気が抜けなかったりするっていうパターンがあったりするので、多少こうなんですかね、吸い出す、その押し出すんじゃなくて、今度吸い出して、こういうので吸い出して取るとか、 その空気層が中途半端にこの辺で溜まってたりするとそれも同じく油圧がかんなくてブレーキがかないってことになりますからそのギュポギュポやって循環だけじゃなくてて吸い出して取るっていうこともできますねまあ正確には油入れて締めてる時にギュポギュポやってまたちょっと緩めて循環させてギュポギュポとかってなんかその繰り返しでどんどんこの中に入ってる空気を完全にゼロにするんですよね。 だたまあ、そういうふうに、まあ、やること自体は単純なんので、まあ、というより自分が紹介するよりかも詳しく他の動画とかでなんかいろんな YouTuber がこういうやり方載っけてますからまあ、参考にはそういうのをやってみてほしいんですけどでこのフルードをこぼした時にこのフルードって塗装を犯したりしますからその時のためにまあ、最悪水でもいいですよね。 例えばなんか霧吹きとかでもなんか垂らしちゃったらその辺に水とかバーってかけちゃってまあ外,外で作業するたといいですけど自分こう室内でやるので基本的にはこう水を大量にかけれないから万が一かかったところにはこう霧吹きでジューってって最悪水でまあ水に溶けますからやってであとはパーツクリーナーですよねパーツクリーナーでやっちゃうとか基本的にこのフルードに濡れたところをそのままにしないっていうことを意識した方がいいですよね。 とまあ、そんな感じでそこまで難しくはないのでまた、あ、手順通りというかなんだろう最悪ブレーキいかなくなるところなんで慎重にというか、まあ、その辺を何て言うかまあ、気をつけて今からやっていきたいと思います。 フルードですがこう油を入れてってまあフルードってちゃんとフルードって言いましょうか油って言ったらなんか <laughs> フルードを入れてってまあギュポギュポっていうか何ていうかこのちょっとこれみもうかなり途中だから空気出てこないかもしれないですけど例えばこうしばらくちょっと入れて緩めるとあもう出ないかこうポコポコあ出てきたんちょっとだけポコポコポコって見えるかなうん 本当にちょっとなんだけどこれ泡が出てくるの分かりますもう終わったから今動画撮ってるんですけど <laughs> こうなんですかねこう空気って上にどんどん上がってくんですよねだからこうなんだろう押し込んでって入れてって緩めてまた押し込んでってのをこう繰り返してくんですよねそうやって循環させて最終的に泡が出なくなってきたらもう完了ってことになるんですけど うん、ちょっとこの作業、フルードとかがこう、こぼれたりしたら嫌だなっていうのと、こう、なんですかね、この、ちょっと多少なりとも、この入れるときにフルードがちょっとついたりとかしちゃって、むちゃむちゃするので、それで GoPro 触ったら嫌だなってことでもう全然途中撮ってなかったんですけど、とまあフルード交換はこんな感じで、結構簡単ですね。で、やっぱりブレーキの握り方が最初の時と全然違うのが、あ、やっぱりまあ、もちろんこれ放置者だと思うので、 でフ,フルオのピストンも固着してますから、それはまともにフルードが効かないだろうから、最初乗った時の動画を見たらわかると思うんですけど、前輪ブレーキがなんかあんまり効きが良くないなって言ってたのが、本当にわかるなって思いましたね。と、まあ、この前ブレーキを握った時の感触がもう全然違うのがもうはっきりわかるので、これ、なんだろう、改めてこうブレーキ関係のですか、ね、オーバーホールというか、定期的に交換するとダメなんだなってのが分かりました。 大体2年に1回とかまあ車検のたびに交換されるもんだと思うんですけどやっぱりこの辺いつ変えたかわかんないっていうフル,フルードは変えた方がいいっすよねとまあ途中のこういう何だ途中経過でしたフルード交換が完了しましたいやだいぶこの握り心地がかなり良くなりましたね何ていうかこうなななん,なんていうかこう 握った時の何でしょうね以前ってなんか確か動画で話してると思うんですけどなんか結構手前に来てやっと聞く感じっていうかなんでしょうこの結構ブレーキが効き始めるポイントがすごい前に来て何ですかねなんかこの辺って言ってわかるかななんかこの本来限界だったところなんですか効き始めるポイントが大体この辺だったんですよ最初の時って。 ちょっと大げさからな,なんか、まあ、結構硬くなり始めてからやっと効くっていう状態だったんですよね。多分その辺、最初乗った時のこのツーリング動画で言ってると思うんですけど、それがなんかすごいこの手前で効くようになってるなって感じはしましたね。やっぱフルードって大事っていうか、まあ、そもそも引きずってたからそこはもうしょうがないとは思うんですけど、まあ、その引きずりも、このピストンのオーバーホールして、だいぶ動きがスムーズになってたので、とりあえず、今なんかこのキュッキュッキュッっていうのを、な,なんだろう、まだ実際走ってないからわかんないけど、 なんか、やっぱりエンジンかけないでこの押した時の軽さが明らかになんですか軽くなったというか、明らかにやっぱ引きずってたんだなっていう現象が最初からあったと思いますね。なんか、やっぱりあの重たかったって、ちょっとこれ前の動画ってあのこれに初めて乗り始めた動画見ないと分かんないと思うんですけど、なんか重たいなって印象を言ってたと思うんですよね。なんかこのエンジンかけないで押して歩いてるとき、重たいって言ったんですか、あれ引きずってるからなんですよね。 で今回、このキャリパーオーバーホールとフルード交換してみたらなんかやっぱその引きずってたのがなくなったというかリセットされたのか明らかにこれ押して歩くとき軽いですよねやっぱその辺が影響してたんだと思います。で、エア抜きとかもちゃんとやってでとりあえず機きも問題なさそうなのでとりあえずこの後また走りに行ってっていうかまあガソリン入れないといけなくて今ガソリン2リットルしかないんですよね。 だこのタンクのさびの取りとかでもガソリン基本的にもう使い切っちゃうようにして一応サブタンクというか持ってた1リットル入れてでその1リットルガソリンスタンドで組,組んで持ってきてで合計2リットルなのでとりあえずガソリンを入れないとちょっと今後今後っていうかまうっち入れないといけないから今から入れに行こうと思いますでその走行でまあテストというかもちろん走る前に一応ちゃんと聞くぐらいはあの駐車場でやりますけど とりあえずそのテストで問題なければそのガソリンスタンド行ってガソリン組んで帰ってきて乗り出しできるようになるっていう感じっすね。とりあえずいろいろやってみたけど意外とできちゃいもんできちゃうもんなんですけど心配だったらこの辺やんない方がいいんじゃないかなって思いますやっぱ命にかかりますからブレーキって。だからまあその辺は何だろうまあ言うてなですかねこれみたいにもう引きずってるとか結構古いものはおそらく引きずってたりとかすると思うので。 心配だったらうんもうこれごと変えちゃった方がいいんじゃないかなって思いますね今回ピストンのシール変えただけでどうにかなってますけどとりあえずいろいろもうにぎにぎしたりというかもう結構なんですかね心配だったからいろいろやってみたらこう液漏れとかもないのででちゃんと効いてますし特に問題ないかなと思いますで液の量もちょっとこれダイヤフラム分入れたらもうアッパー超えちゃったんですけどちょっと見えづらいですけど線の 上側にちょっとこの泡じゃななないいけどんんかそんなんですかそすねだたいアッパーの上ら辺にただそこ,でこれっちゅう傾いてるからあんまり参考にならないんですけどなこのアッパー上ぐらいまで入ってるのでこれで量が変わったらおかしいじゃないですか,だからちょっとその辺もどの位置になんですかねこの液があるかっていうのを覚えておいてそれ以下になってたらどっかから漏れてるってことですからそういうのもちょっと走りながら大丈夫かっていうのを確認したりとか走り終えたあとにも問題ないかって確認しながら。 この辺はちょっと重要なパーツなのでいろいろ確認しながら走っていきたいと思います。とりあえずキャリパーに関してはこれで終了ですね。はいじゃあとりあえずあとは走ってみて確認していきたいと思います。